じゃ、はい、ということで神様が何のことでしょうね、後半戦スタートだよという、まあ今日も豊かの視点3連戦を振り返るということでお送りしたいと思いますが、豊かさん、今日も3連戦をっていう人はちょっと今日はお休みですということで一人でお送りしたいと思いますが、ジャイアンツがコロナでね試合ができない中、まあ他のチームは順調というふうに言っていいのかな、日本ハムが44人というねコロナの感染者出しながら試合をやってるという中で、まあ大変なチーム、まあ万全なチーム、まあいろいろありますが、まあ振り返っていきたいと思います。まずセリーグ、まあこれ勝った方が赤、勝ち越しましたね、阪神がねヤクルトに2勝1敗で、中日が3勝0敗ということで負けなかったというね、いいスタートを切れたと思いますが、まず阪神とヤクルトから1戦目西と小川の投げ合いで、まあ、始まります。まあ、立ち上がり阪神の方は近本大山、まあ、タイムリーを打つとかですね、まあロドリゲス、まあ新外国人選手がホームランやタイムリーという、まあ西は7回4安打という、まあ完璧にこう抑えていくわけですね。まあ一方小川、ヤクルトの小川はゲームを作れずというね、これねコロナの影響で、まあ打線が繋がらないですよね。で、まあ少し横になってたり熱で横になってたりした人も復帰はしてきている。で打線を見ると通常の優勝した時の打線が組めるようにはなってるけども、まだ本調子と言えるような感じではない。で、まあ、だからといって阪神が勝ったわけじゃなくて、ただ阪神の状態は素晴らしくいいということ、あとやっぱりロドリゲスが戦力になってきてくれたっていうのは非常にこう一戦目を見て、まあ、大きな存在だなっていうふうに思いました。まあ、ヤクルトの方は、まあ、コロナの影響から、まあ、打線につながりを欠いてるなという1戦目、そういう印象だったです。で2戦目才木小沢の投げ合いだったんだけども、まあ、才木のあの立ち上がりのあのまっすぐでグイグイ押していくその組み立ての仕方というのは、まあ、梅野も考えたんだろうと思うけども、まあ、一回り目までかな、まっすぐでグイグイ押しといて、まあ、二回り目から変化球をこう交えるようになって、コロナの影響もあって打線はつながらないヤクルト、これは状態がいい時のヤクルトでもなかなかやっぱりこう打てるボールはなかったかなっていうようなね、そんな気がします。で小沢はやっぱりゲームを作れてない、やっぱ3回3分の2、5失点ということ、打つ方では村上がまあ34号を打って1人気を吐いたというようなねゲームにはなったんだけども、まあ阪神の方は浜地、湯浅、こういうリレーに入っていくとなかなかやっぱり点は取れないなという。で第一戦でも活躍したロドリゲス、まあ、これがタイムリーを打つとかね、非常に打線のつながりを感じるようになってきた。でその中で、まあ、佐藤が左へのホームランを打ったんだよね。で佐藤ってキャンプの時からどこでも入る、で流しても引っ張ったような打球を打てるっていうふうに言われてたんだけども、なかなか反対方向へのホームランっていうのがなくて、どうしても彼っていうのは強く引っ張りたいのかなと思ってたんだけども、あの左に浜風に乗せるようなホームランを打てたことが、これからなんかね佐藤を変えていくような、なんかそういうホームランにすごく感じました。だからこの1本がきっかけにこう佐藤がぐーっともっと上がってくると、まあいいなというね、まあそんな感じがするんだけどもね、おそらくきっかけは掴んだんじゃないかなっていうような気がします。でも才木が1100ちょっとぶりに甲子園で勝ったということでね、で才木を見てるとやっぱこう人に愛されてんなっていうようなね、そんな感じがして、なんか微笑ましいヒーローインタビューだったけども、まあでも投げてるボールは素晴らしいボールを投げてるから、これからもなんかこう阪神の戦力としてね頑張っていけるかなっていうのを感じた2戦目でした。で3戦目ガンケルと原樹里、まあこの試合はすごく膠着状態で、まあ大山のタイムリーだとか、まあそういうことで2点を挙げたんだけどもね、2点先行してずっとゲームがこう流れていく。でももう村上に7回かな、渡辺を持ってきたんだよね、一人一殺ということで、それをものの見事にスライダーをレフトスタンドに運んで2対1。でその裏かな、中野がゲッツーを打ったんだよね。そこで流れがもうこれヤクルトに傾くかなって言った時に、島田の大ファインプレーが生まれるわけ。まあ湯浅が投げてる時にね、あの島田のファインプレーを見た時に、ああこれ阪神勝ったなと思ったの。
だけど9回岩崎が、村上に同点ホームランをライトスタンドに放り込まれる。これは渡辺のスライダーをレフトにホームランをしてるから、次はやっぱもうインサイド狙ってんなと思ったんだよね。ただあの浜風が阪神に味方するんじゃないかなって思ったんだけども、だけどそれを切り裂いて叩き込んでったよね。それと村上もヒーローインタビューではっきり言ってたけども、次は絶対インサイドに来るって言ってもう読まれてたよね。だから読まれてたから打てたんかっていうと、まあ確かに読みが当たると割と確率はよく打てるもんだけど、あれをホームランにするっていうあたりがもう村上の凄さだね。だから左へ右へで決勝ホームラン、延長に入って石井から打つんだけども、ボール2になって、あ、これ勝負しないのかなっていう、ツーアウトランナー1塁なんだよね。まあ俺も申告敬遠もあるのかなって、次がやっぱこうサンタナとかも変えてたしあるかなと思ったけど、まあランナー1塁だからなって思ったのね。でそれでボール2になってから、まあおそらくまともには来ないっていう風に村上も考えたはずなんだよね。まっすぐで取ってくるようなそんなことはしない、おそらく変化球で取ってくる、そのカーブをレフトスタンドに37号を叩き込んだという、まあこの2点が決勝ホームランになったんだけども、この村上の凄さっていうのを非常に強烈に感じた1試合だった。だからまあ確かにこの2勝1敗というふうに阪神は勝ち越したけども、なんか村上の印象、この凄さというものがすごくなんか残った試合だった。で試合後の談話、矢野監督、まあ勝負に行ったんだからまあ仕方ないと。でその戦い方でも、その矢野監督って延長に入ったりとか勝負どころではどんどん選手をこうダイソーを出したりだとか代打を出したりとかして向かっていってたんだよね。まあその結果、まあ村上に3本のホームランを許すわけだけども、まあだけどこれはね、やっぱもう攻められない、追っかけるチームっていうのは引くとやっぱやられるし、でも攻めてもやられたじゃないかっていうけども、でも攻めてやられるんだったらやっぱ悔いは残らないから、だからまあ、あの阪神タイガースはもう本当にあのいい戦いをね、この1敗というのは強烈な1敗にはなったけども、だけどすごく攻め込んでいってるなっていうような感じがした。ただもったいなかったのはやっぱ9回勝って岩崎にバトンタッチをして同点に追いつかれたっていうのがちょっともったいなかったけども、まあこれも勝負の世界だから、まあ仕方ないかなっていうふうに思います。広島対中日、大瀬良対高橋宏斗、高橋宏斗が素晴らしかったね。ボールにめちゃくちゃ力があった。まあそれとやっぱコントロールも安定してたし、変化球も切れてた。まあ8回1安打というね、まあ同世代といえば同世代の小園に、まあヒットを許してノーヒットノーランができなかったんだけども、まあその中でビシエドが3発打つというね、やっと目覚めたかみたいな。まあオールスターで、いいホームランをライト方向に打ってたけども、だから非常にビシエドの状態も上がってきたし、5回に土田というね若い選手が2点タイムリーを打つ。まあジャイアンツとオールスター前に試合ができなかった、ちょっと休み時間、整える時間、チームを、まあそういうことがあって非常に良かったのかなっていうね、まあそんな感じがします。で土田という若い選手も結果を出したし、まあ、高橋宏斗、まあ、これはもう本当に文句のつけようのないピッチングをねビシッとして2戦目に渡すんだけども、まあ、広島は完封負けで、大瀬良は3回4失点ということで、ちょっと不安を残す第一戦だったけども、ただ高橋宏斗があれだけ良かったらなかなか打てないだろうなっていう印象もありました。で2戦目はアンダーソン対小笠原、まあアンダーソン6回1失点、まあなかなかやっぱこう広島が点が取れない。で小笠原も決して調子がいいとは言えなかった、ランナーを出しながらも要所を抑えていくというピッチングで、まあ7回4安打というふうに抑えたような印象はあるけども、まあなんか常にランナーがいたような感じがする。ただ1戦目の高橋宏斗のあのピッチングというものがなんか広島打線を狂わせたような、そんな感じがしたよね。でレビーラが初ホームランとタイムリーを打つんだけども、この選手も
なんかこうこれからの中日の起爆剤になってくれそうな、そんな感じがする。キューバリーグでホームラン王かなんか取ってる選手みたいで、まあパンチ力もあるし、そんなに大きいサイズ感は感じないんだけども、なかなかこう勝負強いし、なんかこういきなりホームランも打ってくれるし、だから非常にいい選手を獲得したなっていうようなね、まあそんな印象を受けました。で広島の方はまあアンダーソン6回1失点、まあ好投はしました。ただその栗が先発をしてて中継ぎに入って1勝したんだよね。でまた中継ぎになってるんだけど、中継ぎでやっぱこう1失点をしてるというね、まあここら辺栗をどう扱っていくのかっていうのが非常に今後広島にとって大きな課題になってくると思うし、ちょっと中途半端な使い方よりも中継ぎが弱いんだったら中継ぎで使う、で先発が足りないんだったらもう栗は先発型のピッチャーだと思うから先発で使うっていうのをちょっとはっきりした方がいいかなっていうような気がしました。まあそういうのが第2戦目かな。で小園がね、あの春先悪かったんだけども、ずっとコツ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 良くなってきて、ここに来て本格化してる。だからこれからはなんか小園を頼りにしてもいいかなっていうような、そういうバッティングを見せてくれてます。で第3戦野村と松葉、まあ広島の方はこの試合はまあ2試合連続完封で点取れてなかったんだけど、こうしぶとくしぶとくね、あの打線をつないでいって一回逆転まで行くんだよね。だけど中継ぎがやられるという、森浦がやられるんだけども、その時に一塁ベースが空いてて当たってるビシエドと勝負に行かなくてもよかったんじゃないかなっていうような、まあそんな感じがするんだよね。それが逆転になって、まあもつれはしたけど中日が勝つというね、そういう試合になったんだけどね。まあだけど中日の方はどんな試合内容でも危なげがあったとしても、まあ3連勝でスタートが後半できたということね。その中でやっぱこうビシエドとレビーラっていう外国人選手たちが躍動し始めてるということを考えると、今後非常にあの楽しみになってくる中日ドラゴンズで、心配なのがやっぱこう広島、まあ、3戦目はこう打線がつながりね、しぶとさを見せてくれたんだけども、やっぱり心配してたその中継ぎがちょっと結果を出せなかったというね、ちょっと残念な結果でした。はい、ということで、まあ、セ・リーグなんだけど、まあ、DeNA 対ジャイアンツはまあ延期ということでね、明日からおそらくジャイアンツは阪神と、東京ドームで戦うというふうに思うんだけども、まだこれは正式発表ではないけどもね、まあだけどどういう戦い方を見せてくれるかで、 DeNA の方はまあちょっと相手良かったかなっていうふうに思うのは、宮崎がちょっと足を痛めてるで、牧も足が万全ではなかった、外がちょっとコロナの影響があった、でオースティンが戻ってくる可能性が強いということで言えば、ちょっと延期になってくれて DeNA の方はちょっと体勢立て直せる、体調を整えられるということから考えるといい延期だったかなっていうような、そんな感じがします。まあいい方に捉えた方がいいしね。でまあこの3連戦後半戦スタート、4番の破壊力っていうのが素晴らしかったね。で村上様、ビシエド様ね、もう神にしちゃいました。上じゃなくてもう神ですね。もう37号ホームラン打ってるし、まあ、何本打つんだっていうような感じの働きをしてるし、まあビシエドも1試合3本打って、ね、打てない打てないっていうね、そういう言葉をもう払拭したみたいな。で、まあ、大山もホームラン打ってるし、で広島のマクブルーブがいないっていうのがちょっと大きいかなっていうようなね、まあそんな感じがします。やっぱり4番が打つと破壊力を感じるね、まあそういうセリーグでした。はい、パリーグはこうなりましたね。西武が勝ち越し、まあ首位攻防戦だったんだよね。でオリックスがロッテに3立てを食らわしました。で楽天が2勝1敗というふうに勝ち越したということなんですが、ソフトバンク第1戦千賀と今井の投げ合い、まあ、千賀が5回5失点打線も3安打に抑えられる、まあ、ちょっとね、まあ、千賀ショックなのかなっていうような気もするし、あのやっぱ千賀が5失点を食らうっていうのは、まあ、なかなかここのとこなかったんだけど、それとソフトバンクで心配なのはやっぱ千賀がやられると
あと大関なんだよね。千賀と大関ぐらいしか先発投手に勝ち星がつかなかったんだけども、だから千賀がやられたっていうことは後々響くんじゃないかなっていうふうにちょっと心配したし、まあ、打線も3安打ということで、まあ、中村とかも戻ってきてるんだけどもね。だけどちょっと結果が出せなかったというで、今井の方は球数は多かったけども6回2失点ということ、まあ、オグレディ山川のホームランが出た。山川はなんかこうオールスターで青柳から打ったホームランがすごく感触が良かったみたいで、ホームランバッターっていいホームランが出るとそこから続いたりとかするけど、なんかすごく好調を維持してるというね、そんな感じがしました。で、本田、平、水上、オールスター前にちょっとやられるシーンが結構西武の中継ぎ陣に目立ったんだけども、やっぱこうオールスター休みをしっかり調整できたのかなっていうような、すごく安定感も感じたし、こっからねまたエンジンを全開に、防御率が一番いいわけだから西武がね、なんかこう力を見せてくれたなっていうような感じがしました。で、第2戦大関対与座、大関2回3分の1を4失点。なんかね、最近捕まることが大関多いよね。だからそのローテーション1回開けるなりなんなりして、なんかこう調整をしてあげた方がなんかいいような気がする。このままいくとなんかずる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 いってしまいそうな、まあ6勝6敗かなぐらいはして、別に問題はないんだけども、やっぱこう千賀とともに大関っていうのは今勝っていってくれなきゃいけないピッチャーの一人なんで、ちょっと調整をさせてみたらどうかなっていうようなことを感じました。で、一方西武与座、初完封ですよね、えいろいろテクニックを使うね、あの子は足を大きく上げたり、もう本当にクイックで速く投げたりだとか、でアンダースロー特有の高めを投げたり低めに落としたりだとか、非常にテクニックを感じるようなね。それとやっぱり今年勝ってきてるだけに、まあ、自信っていうものもね、それと気持ちに余裕というものも感じながら、投げてるのかなっていうのを見せてくれました。で、その中で源田、森、まあ、山川というね、あたりがこうタイムリーを打つとか、まあこう与座を援護したという。で、この中でやっぱ森も当たってきてる、まあ、源田も触れてきてる、で外崎が一番にこう打順を変更して躍動してるというね。で、まあいっぱいはしたけども、なんかこう打線もつながり出してきてるなっていうね。で、山川もホームランだけではなくて、やっぱこう勝負どころでの打点、まあ打点人がトップに立ったのかな、まあそういうことで非常になんかこう打点も取りに行くようなバッティングも右の方向に見せたりだとか、だから非常にこう広角に打てるように、ただホームランを打つときは打つというね。だから非常に一味違ったような山川がまた見れ出してきたなというね、そんな感じがしました。で、3戦目和田とエンス、和田が頑張りました。あのベテラン、5回を1失点、まあ、ゲームをしっかり作ってくれる。で、グラシアルが一発を打ってくれる。プロ入り初スタメンの黒瀬ね、いきなり満塁でノーアウト満塁かなで回ってきて、ブリブリ振ってたけども、追い込まれてからはちょっとミートしながらね、外野犠牲フライを打って1打点を上げて、まあ、チームに貢献するわけだけども、非常に体がでかくてですね、だけどなんかこう器用さも持ち合わせてるのかなという。で、考え方、今まではもうブリブリ振ってホームランか三振かでいいぐらいの感じでやってたみたいなんだけども、やっぱチームに貢献するにはどうしたらいいかっていうのをしっかり考えられるようになってきてるというね、そういうことをこう話してたのをちょっと耳にしたんだけども、なんか必死さが彼には伝わってきて、すごく好感が持てます。だからこれからもね、ちょっと頑張ってほしいなという、これが成長したら大きいなっていうふうに思うね。で、西武の方はエンスが4回4失点、まあその日は打線はつながらなかった、まあヒットは出てたんだけど、まあこの1敗も西武の方は、まあ打線は好調です。非常に食らいついていってたし、和田も1失点には抑えてたけども、なんていうのかな、まあ毎回ランナーを賑わすような、まあそういう投球してたし、まあ一本どっかで出てれば、まあ逆転してたかなっていうような、そういう試合展開まで持ち込んでるんでね。だからまあいっぱいはしたけども、まあ今後楽しみな、まあ西武打線だなっていうのを感じました。はい、続いてロッテ対オリックス、オリックスの3立て、1戦目石川と山崎福也、
まあ、両先発ともゲームを作れないんだよね。で、まあ、膠着状態の中で増田が3点リードがありながら杉本にスライダーだったと思うけども、そうホームランを打たれる、同点スリーランを。だからなんて言うんだろうな、まあ、そこら辺をしっかりしてくれないとやっぱりロッテっていうのは絶対上に行けないし、3点を守りきれなかったらちょっと辛かったよね。増田もずっといい成績で来てたんだけども、あそこでホームランを打たれるボールだけは投げちゃいけなかったんだけどもね。まあ人間がやることだから間違いはあるにしても、ただ延長になって同点になってロッテの方は守備の破綻があったよね。それで決勝点を奪われて逃げ切られるわけだけども、ちょっと後味の悪い1戦目になったんだよね。ただロッテが打てない打てない、ホームランが打てないとか打線がつながらないって言ってたのが、まあ、この試合はねずっとつながったんで、まあ、打線の方はなんとなく心配じゃなくなってきたかなっていう。今まで点が取れなくて非常に苦しんでたんだけども、ちょっとね打線がつながってきたんで、まあ明るい兆しは負けたとはいえあるかなというような感じがしました。2戦目は小島と東、オリックスの方は紅林が3打点を挙げるというね。で小島が勝てない、この試合も先発投手陣が崩れてゲームを作ることができなかったんだけども、初戦に杉本に投げたあのスライダーがありながらちょっと配球的なミスがあるかなっていう風にちょっと感じたんだけども、紅林に打たれたタイムリーも1球目外で外に外して外にちょっと抜くようなボールだったんだよね。もうちょっと小島はボールを散らした方がいいかなというような、そんな感じもするし、ちょっと配球的にもうちょっと工夫が必要かなっていうのをすごく感じましたね。でその試合オリックスの方は杉本が決勝タイムリーという、まあ、杉本がやっぱ乗ってきてるし、杉本を避けるようなことはできなかったのかなっていうね、まあそういうものが感じたかな。まあロッテキラーというかね、非常にロッテとは杉本相性がいいし、だから対策とすれば杉本を避けていくようなそういう対策を持たなきゃいけないんだけども、杉本にちょっと1戦目も2戦目もやられっぱなしかなというね、まあそんな感じがしました。で3戦目二木と田島、田島はね立ち上がりあまり良くなかったの。荻野に先頭打者ホームランを打たれ、まあ2回には岡のスクイズを敢行したんだけど、それが失敗して、その打席で右中間を抜いて2点目を取られた。でロッテの方は幸先よく初回2回と、1点ずつは取ったんだけどもね、まあ、エチェバリアがね、まあ、中川がタイムリーを打ち、このエチェバリアのところに飛んだ打球をエチェバリアがちょっとエラーをする、まあ胸の打球をねするんだけども、なんかこう初戦からこう見てるとやっぱりミスすると負けるよね。で点差とすれば4対2ぐらいの試合だったんだけども、初戦にミスが出て負けるとやっぱりミスをしちゃいけないという、まあまあそういう硬さからまあミスをし、そのミスがなんかみんなのモチベーションを下げてしまうというか、そういうね試合展開だったのかなっていう。やっぱ3連戦っていうのはつながってるから、初戦にああいうことをしてしまうとやっぱ3戦目にもやっぱそういうことでなんかこうモチベーションがそれで逆転につながったわけだから、なんかこうそういうことになったのかなっていうような気がします。田島は立ち上がり悪かったんだけども、結局8回を2失点というね、まあ終わってみれば好投に近いピッチングを見せてくれたというね。まあ田島がやっぱこう安定して勝ってくる、山岡がいる、山本がいる、まああとは宮城が安定的に勝ってくると、まあオリックスは強いだろうなっていうような、まあそんな感じがしました。で楽天対ファイターズ、コロナ44人出てて、後半戦の初戦滝中とポンセかの投げ合いだったんだよね。ポンセはやっぱこう力があるしコントロールもいいしね。で滝中も素晴らしく良かったんだよね。で球数少なく日本ハムの早打ちっていうこともありながら、小深田の先制タイムリーで1点を先取するんだけども、まあその後今川は1番で中島拓也がヒットで出て、それから3回連続でかけるんだよね、エンドランを。
で3回目に成功してライトからの送球がそれがミスになって中島拓也が同点のホームを踏むんだよね。でその中で日本ハムの方は近藤がチャンスにタイムリーを打って2点目を取るんだね。エンドランが成功して1、3塁になって取るんだけども、この時にね近藤を避けられなかったかなっていう。だからまだこう滝中とオスナの投げ合いって非常に投手戦になるなっていう予想ができた試合で、これ1点1点が重いなっていうような感じがしてたんだけども、まああの打線の中でコロナがいて野村がいないだとか松本剛が骨折してるとかいろんなこう打線を見た時にやっぱ頼りになる日本ハムの打者ってまあ安定的なのは近藤だけなんだよね。あとはなんかこうまだ安定性がない不安定な人たちがいるんだけども、あそこで近藤を避けとけばタイムリーになって逆転は許さなかったのになっていうふうにちょっと疑問があったんだよね。だからそこら辺ちょっと慎重にやっていけばなんか楽天が勝てたんじゃないかなっていうふうに思った試合なんだけども、だけど日本ハムの方はやっぱこうビッグボスが帰ってきてこう仕掛けるよね。まあ、そういう大胆な作戦を平気で取ってくるという、まあ、そういう中で勝ちを拾った、まあ、44人のコロナの感染者を出しながら、まあ、初戦をいいスタート切れた、まあ、あとはちょっと力尽きるんだけどもさ、まあ、2戦目はマー君と、まあ、日本ハムの田中がね投げるんだけども、やっぱこうマー君の貫禄だよねあれはね。ただそのオールスター前ぐらいからマー君のまっすぐが素晴らしくなってきたし、なかなかこう打てるピッチャーでない、また打線をつながしてくれないよねマー君はね。まあちょっとパッとひねられたけども、日本ハムの田中は荷が重かったのかなっていうようなマー君との投げ合いはね。で3戦目藤平と根本、藤平も非常に期待はしてるんだろうけども、まあなかなかこう安定することができずにね、まあ失点をし清宮にタイムリーを打たれみたいなね、2点タイムリーかな、まあ素晴らしいバッティングを見せてくれたんだけども、まあ日本ハムの方は根本が先発オープナーかなって思われるぐらいこうコロ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 変えてって、まあ楽天の方は左打線が多いんで宮西を出してきたりだとか左ピッチャーを使うんだけども、やっぱこう島内だとか茂木だとか辰巳岡島、こういう左バッターたちがやっぱこう左を苦にしないでパンパンパーンと打っていくとやっぱこう逆転をし、まあ、勝利に導くというね。だからまあポイントはやっぱ各球団のワンポイントだとか左、まあソフトバンクで代表的なのは加山っていうピッチャーがいるんだけど、やっぱり左がこう並んでるだけにそういう左ピッチャーを打てるかどうかが今後課題にはなってくるね。だから昨日は非常に打線がつながりそういうピッチャーを攻略できたんで、まあ勝ちに結びついたというね、まあそういう3連戦でした。で手痛いミス避ければ勝ってたかも、勝負どころでこのバッター例えばロッテが杉本にやられるで、この一敗っていうのが楽天はね、近藤を避ければどうだったのかな、まあミスっていうのはロッテとか、まあそういうことが非常に目立った3連戦でした。ということで順位表です。順位表はこうなりました。まああのセ・リーグの方は順位はオールスター前と全く変わらない、まあ阪神が1ゲーム縮めたぐらいかな、まあ広島がちょっと負け越しちゃったんでちょっと阪神との差は開いたけども、まあここら辺は試合やってないし、まあ中日はね3連勝という風になって一気に巨人に2ゲーム差という風に肉薄してきたというね、でパ・リーグの方は大きく変わった、オールスター前と1位から5位までは全部変わった順位が。で西武が首位になりソフトバンクが2位に落ちた、ロッテが良かったんだけどロッテが3連敗ということで、まあここまで落ちちゃったよね、5位まで。まあオリックス楽天、この状態の中で一番いいのはやっぱオリックスかなっていうね、まあ杉本が当たってるだけに中軸が当たってるだけに、まあ非常にあの打線もつながり、まあ中川紅林、まあよく言ってるけど福田とかもね良くなってきてるし、西武も外崎を一番に据えてから外崎がなんか躍動し始めたし、まあ山川は安定的に、森も当たってきてる、源田もいいということからすれば、まあ非常にこの2チームというのは状態は非常にいいよね。悪いのはやっぱちょっとロッテとソフトバンク、楽天はその日暮らしっていうような、まあそんな感じがします。後半戦スタート。
動いた順位、パリーグは本当に大きく動きました。ただゲーム差はほとんどないんで、この順位というのはまだまだね、先に行かないと分かりません。まあただその後半戦始まったけど、やっぱ熱いね、戦いがね。まあこれからも非常に楽しみです。それでは今日はこの辺で。